オロナインさん100円ください。あ、出ない出ない、 OK です、了解です、大丈夫です。スジさん今払った、あとオペマイペコ、はい、まあ9時半くらい、みんな X 超やってるね。あー、今のは自ら矢口真理、あれ今日は第3土曜日だからチーム戦、東大戦形式、東大戦形式、あれ N さん出るの、さあ、あ、オペさん100円ください。あ、ペコさん、そうだ、はい、じゃあやりましょうか、ぼちぼち皆さん。今日のルールを説明します。対戦しながらでもいいので聞いといてください。今日は東大戦形式でやります。東大戦形式でやりますからね。さあ今日の参加人数は6、8、10、12、14、16、18、19! 多くね?オペマイ効果 !19 人っていうことは行く行くですね。はい。さあ。いやまあね、一つやってるとね、気持ちいい要素いっぱいあります。ブッパが当たる、狙いすました技が当たる、気持ちよく脳汁が出ます。さあというわけで、いやいや、マジだってねえ、格ゲーやってるとね、脳汁いっぱい出るでしょ、気持ちいいって。はい、というわけで、まあそんな気持ちよくなるような19人の参加メンバー、いくいくメンバーでじゃあやっていきたいと思います。というわけで、どうしようかな、リーダーとか、どうしよう、これね、メンツ強いんだよね、今日ね、ボスクラスがでしょ、まあちょっと自分含めちゃったあれだけど、トントン、トントントン7、8人はいる、これはやばい。どうしようかな、どうしよう、どうやって決めようかね。まあとりあえずみんな野試合もやりたいと思うんで、まあ1キャラ持ち10対10で20試合
っていう感じで、まあ完結に終わらせた方が、まあみんなもっと多分野試合やりたいすぎてしょうがないぜなんでっていう感じでやりたいと思います。でどうしようかな。このね、今言った7、8人、まあちょっと僕が指した7、8人は分けないとまずいので、どっかしらに、うん、だー梅どうしようかな。これどうしようか、むずいね。いやこれどうやって決めよう、マジむずいわ。マジでうますぎ。減る。中盤様超減った。おおお、サマーソルトキックすごいね今の。マジっすか、やばいっすね。やばいっす、やばいっす、あの世界観終わります本当に。トリプル様、さあどうしようどうしようどうしよう。お、長州ちゃん全員書いてる。19人プラス多分ハデさんが入るかも。オロナインさんはちょっと事情により、まあ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 、ハゲさんどうやって決める、これ難しいよ。そうっすね、じゃあちょっと待ってください。そしたらこれこれこれ、これ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 、モンターさん何使うんだろう。でもね多分最近あれだから、どっちかなんだよな。まあついになるからこれにしよう。じゃあこの8人割り振りましょう先に。ワンピースピーで残ったメンバーは、そうね、ちょっと待ってくださいね。ああそうね、そしたらしいね、あーむずい、ちょっと待って、もう一人が決まんない。まあまあまあ最近の土壌口、丸の8人でワンピースピーを振り分け、四角の4人もワンピースピー振り分け、残り無印もワンピースピー振り分けで、ハゲさんも参加でいいですかね。19なんで、はい、っていうのでこれでちょっとパソコン使ってちょっとやっていく感じで、まあ機械が決めたことなので、最初8人、あ、 OK です。じゃあまあ上からですね。で、あれっすかね、
とりあえず 1P、2P も最初に読み上げた人が 1P で、その次が 2P っていう感じでやっていきましょうか。あ、それですね、はい。36358、3658、すえー運がいい。待って待って、ちょっと待ってくださいね。で、次4人で、待って、ちょっと待ってくださいね。1から4にしてください。最大値1から4で。ちょっと待ってくださいね。はい、で、上2つが 1P にしましょう。OK です。3、2、3、2、4、1。で、残りが多分8。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、で、最大値8で、アイス、アイス、最大値8で、で、上4つが 1P。いいっすよ。3、2、8、1。3、2、8、1、1、2、3、8か。1、2、3、8。お手はーい、メンバー決まったので発表します。今回は機械でランダムにやってもらいました。なので不公平さは全くありません。八百長もありませんので、その辺皆さん勘違いしないようにお願いします。読み上げていきます。 1P 側、青木サイクロン、山本、破天荒、ヒデ、オペマイ、博士、ペコ、コテ、ハイジン、ハゲ。 2P 側、長州、バイパー、トモザ、デレロー、黒いワン、お茶丸くん、セオ、トンタンキ、スギ、NOR となっております。となってしまいました。私は何もしておりません。本当に何もしてないからね、間違いないように。かぶせ合いにしましょうか、純粋に。で、今日は、まあ、皆さん、まあ、の試合もそれなりにやりたいと思うんで、持ちキャラ、1キャラ、何でも OK です。合金使う場合は課金になりますので、課金額払ってください。で、エノアさん、でも合金使えたそう？ワンチャン？はい。で、まあ、一応、ニュートンおなじみルールで、合金は課金をするっていう風な感じになっております。で、何でもいいです。で、1P、2P に分かれて、かぶせ合い、1キャラ持ち、メインキャラでもよし、まあ相手がこれ使うから、サブキャラね、なんか強いキャラかぶそうかなでもいいんで、まあそんな感じでやっていこうかなと思います。そこ使います。あ、でも、まだ大丈夫。まだ大丈夫。あと1回くらいかな、でもあと1回か2回くらい。
配信台はそれラストプレイでお願いいたします。はい、皆さんぼちぼち配信台の 1P2P に集まってください。かぶせ合いでございます。いやー早詰め、あー今うまいな、あ減っただー、はいそこまで、はいじゃあ皆さん 1P2P に集まってもらっていいですか。今日かぶせ合いですよ。の試合終わりにしてください。の試合やってる人終わりにしてね。これの試合ラストにしてください。さあの試合終わりです。皆さんの試合終わりにしてください。配信台の 1P2P にそれぞれ集まってください。読み上げます。 1P 側青菜山本破天荒ヒデオペマイ博士ペココテハイジンハゲ、 2P 側長州バイパートモザデレロー黒いワンおちゃる丸セオトンタンキスギ NOR となっています。機械による厳選な抽選でおります。やになってしまいました。僕は何も八百長はしておりません。はい、というわけでかぶせ合いです。1番手出たい方でキャラも申告してください。かぶせ合いです。私に申告してください。それぞれ何でしょう、こうチームで集まってこう誰から出るみたいな、どのキャラ使うとか相談してもいいですし、そうです、赤チーム左側が 1P です。右側が 2P です。さあ誰から出るか相談していきましょう。そして素早い大会進行していきましょう。せっかく皆さんこんなに集まってるんでね、なるべく早めに大会やり終わって、まあお店側にねいっぱいクレジットを落としていきましょう。さあ我こそはという人でも OK です。俺が一番手出てみんなぶっ倒してやるよでも OK です。それでもいいです。我こそはという人はもう座っちゃってもいいです。ただ座る前に私にあのキャラ申告はしてください。よろしくお願いします。キャラ申告しないとね、あの相手がこれ選んだからとか発生しちゃうんで、ちゃんとねこれ使うよっていうのはね教えてください。はい、こうなってます。どこにこっち集まってる。じゃあ 1P 僕のとこ集まってください。 2P 側は誰にしようかな。両替機あたり、はい、1P 側のメンバーこの辺集まって、まあ一番で決めればそのうちにかぶせ合いで集まると思うんで、店員さんです。ハゲログハゲハゲエッサがハゲハゲエッサがハゲってないですよ。さあ誰が行く。キャラバイス待て、2P 側決まりました。 1P 側決めましょう。 1P 側行っちゃう。いいっすよ、行きたいんであれば OK っすよ。
じゃあ、はい、オッケー、じゃあやりましょう。 1P が山本チュンリー、 2P 側杉 S バイソン、いきましょう。で、皆さん見といてくださいね、かぶせ合いですからね。奥 2P、 奥 2P です。のじ合いもね、やっといてもいいんですけど、自分のね、出るタイミングね、見失うとね、気まずいんで、知りませんからね。あとでダルシムしか残ってないけど、俺なんでダルシムしかいねえ状況で出てるんだとかなっても知りませんからね、自己責任で。さあ、 OK です、やっていきましょう。さあ、では6月15日、大山ニュートン、本日は総大戦形式始めていきましょう。さあ、開幕は本日は山本チュンリー対杉バイソンとなりまして、この4段が超減るんです。さあ、ナーディエル。さあ、今日はかぶせ合いです。かぶせ合いですので、タイミング見失うと自分の出番がすごい悲惨なことになりますので、注意ですよ。さあ、100レザーバレが強い。そうですね、コパコパ自体が、肘自体が中パン中パンとほぼほぼ同じくらい減るので、ああいう減り方します。さあ、これは投げてどうする、杉バイソン。これは画面端だー、ヘッド。ああ、しかしまだわからない、どうするだー。今のはガードでも良かったような気がしたが、暴れてしまった。山本俊理勝利。さあ、 2P 側どうする、デレローさんが行く。ハゲさん、ちょっとジュース買ってくるんで、ちょっと実況お願いしていいですか。すぐ戻ります。はい、じゃあ山本俊理対デレロー龍ですね。さあ、だ開幕中パンと波動が相打って、弾の出し合い、だこのクラゲが強すぎる。飛んでいく、百裂。まだ様子見、弾の打ち合い、あ、対空出る。ここはガードして投げていく、投げていく、これ飛んで飛んで飛んで投げていく。さあ、山本チュンリーが一本取ったところで、今どう取ったか分かりません、私ちょっと俳人さんと話してました。さあ、そうですね、竜のめくりはちょっと難しいです、要練習です。さあ、置いてある中継が強い。さあ、上も警戒しながら波動拳を打ちたいが、気候拳も結構回転が速いので要注意。さあ、竜巻でロコスリ原始タメに入った、これは正解、これはちょっと間に合わないフレーム。そうですね、チュンリー投げ超強いです。さあ、昇竜がちょっと難しい、おっと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 。さあ、ゲージを貯めたいデレロー、前へ飛んでいく、投げて打て身は取ってやる、これは正解。さあ、ゲージ貯めた、あー、あと光、黒光戦です。さあ、 2P 側3番手はおちゃる丸バルログ。さあ、おちゃる丸くんは私とかなりやってるので、多分チュンリー戦は大丈夫でしょう。さあ、飛び台系、これが強いんです。さあ、ロコスリ背中背中背中、さすがに5回はバレます。まあでもね、爪を剥がすためにやったんだっていうことだったら納得ですね。さあ、そこ最後しゃがみ宙詰めで死ぬ体力でしたが、しゃがみ大パンの方が一応期待値はかなり減りますね。バックジャンプコパン、これはうまい。
さあ暴れた中詰めが強い。さあなぜか俳句のがぶっ刺さる。おっとっとっと、あこれ最大、いろんな意味で最大。さあもう投げれば死ぬっていうところで前に突っ込んだところにうまい背中は回避。しかし円柱パン、皆さん何歳ですか。自分43です。高校時代、ああいいですね、ヒデスケありがとうございます。私は今30P 歳なんですけれども、まあまあ永遠の 10代かもしれないっていう 30P 歳ですね。さあ投げが減る。さあやばい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 。さあこれは、あーテンション出した。これはわー、これはうまい。爪がない分のリーチが短い。そうですね、ここにいる19、まあ20人くらいのメンバーもなんだかんだいい、まあお兄さんからおじさんです。本当言ってしまうと、そうですね、平均年齢でいうとこの場にいるメンツ、まあ20人くらいのメンツでいうとおそらく30後半硬いです。上はね、4、はい、指名されちゃう。いやさすがに今日はゆるルールなんで、さあ誰が行く 2P 側、誰でもいいですよ。ちょっと後ろからヒデスキ、振り向きヒデスキってちょっとペコさんじゃないんですから皆さん。おふざけんなよ。おいペコさん自身が配信で携帯見ながら打ってるとか何これ。ふざけんなよ。おいあのヒデスキ入れたらお金もらえるはやめてください。破産しちゃいます。だーせんです。さあ4番手 NOR S サガットやれるのか。さあテンションちゃんと待っている。これは台足が刺さる。 S サガット一発一発が重たいです。超減ります。そして何よりこのタイガーの回転力の速さ。しかし食うぐらいどうする、埋める。さあ相打ちながらちょっと、おっとっとっと、これは歩き投げも通る体力だがどうする。いやーくぐって投げ、これ強いんです。チュンリー、さあ 2P が残りは6人、長州バイパー友田黒いワンスヨトンタンキー。さあどうする。さあ黒いワン来ました。さあ終わらせに来る男黒いワン。さあなんといっても皆さんご存知、黒いワンホンダはかける5、先日の大会で優勝チームのホンダです。そうですね、エア優勝、エア優勝でいいのかな。焼き鳥優勝。さあ何でもありニュートン実況、本日も盛り上がっております。あはははは。さあチームメイトにニヤニヤ笑っております。あはははは。さあうまい、これは先置き強いんです。しかしあこれはあーほぼほぼ死にかけですね。ほぼ山本ほぼ死にかく。さあ 1P がどうしましょう。どういう取り方したら博士と遅れないこんなチームになるんだ。いやこれ機械がはい、機械による厳正な抽選です。さあ破天荒流。さあ開幕大ハリセンが超減る。ごっつぁんチョップから、いやーこれやばいやばいやばい。わあ刻んでいや裏回って、さあ本日はかなり気合が入っている黒いワンホンダ。ああなるほど。
でも待って、俺出たらさすがに早すぎるでしょ。あ、でもあ、まあそっか。さあ、うまいぞ破天荒。波動の打ち方が神がかっている。ちょうど宙に飛べないタイミングで打ってますね。うまい。さあさあ、こっからヨラスカはまだ我慢していいです。しかし我慢しすぎるとやばいぞ。壊しからおいちょ、どっち。わあ、中勝利、お見事。はい、あーあああああああ、あ、今黒岩さんもミスりましたね。今あの死ぬ局面あったんですが見逃しましたね。さあ、やばい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 。あ、いや今の大正解ですね。あのしゃがみ台足は攪拌です。龍河は何もしてなければね、あれ入るんで、何もしてないとおいちょ座れます。さあ、お、手堅い。破天荒が、破天荒が手堅いぞ。これは踏んだ。破天荒がうまい。わー、破天荒大金星、これはお見事。待って、喉死んじゃう俺。いい試合多すぎて喉死んじゃう。さあ、 2P が残る長州、バイパー、友田、スオ、トンタンキさあ、のじ合いしている皆さん、のじ合いしている場合でないんですけれども、いいですか。さあ、長州さん、さあ、この前の東大戦では昇龍出ねえと言ってました。今日はどうか。さあ、長州さんは動物落としのランキングが同率1位なのに、自分の方がなんで下の方にランキングがあるんだと怒っておりました。その怒りを胸に 2P 側で入っていきます。動物落としガチ勢長州、ストツーももちろんガチ勢だと思いますが、さあ、これは中継遅らせたいし、アルティガード、しかし、さあ、長州、これはゲージャー溜めた。しかしいい前で破天荒もやっている。ああ、いい波動、これはしょうがない。今のファイヤー波動はしびれますね。超いい波動拳。あと、カデルイジャンプからいった。弱小で重ねで折って、ダイヤシクラでも別に痛くないよっていう体力差でしょう。波動点が出ないと言っています。大丈夫か。動物落としをやっている場合ではありません。さあ、とりあえずゲージはもう少し持てる。あー、これはしっかり見ている。今の多分ジャンプ大抵出さなければ多分空ジャンプでガードになったまでありますね。空ジャンプ、このゲームにおいてはかなり重要です。場合によっては技が当たらずに確定反撃取れる場合がありますので。さあ、アルティガードでうまくいなしている、いるが相打ち。さあ、今度は空ジャンプにした。さあ、いい間合いで長州が攻めている。え、一文字確定。お、うまい、今のはやばい。さあ、体力差は3割くらいあるが、まだまだ全然ワンチャンある。長州さん数えているか。あー、大パン熱波、熱波が出る。さあ、今日の長州さん、レッパが出ます。あ、あ、あ、あこら、ダメ、ディスっちゃ。はい、じゃあ入ってください、しょうがないです。さあ、ステージどこになる。 USA、 ガイルか、どこだ、剣か、ガイル、ガイルほぼいないんで今日ガイル固定ですね、これ。さあ、なんだあの長州キックは、ロコスに行く。あれ本当はダメですからね。あー、確定逃す、確定逃すはやばいです。おーと、ワンチャンスあるのか。中昇竜いいの。あー、リバーサ勝利。
さあ、うまい。バリシックで寄って、台形。あやりすぎでしょ、長州さん。被災地の塊でしょ、あれ。さあ、うまい。見てから。うまいな、ミドルの。しかし、ちょっとずつ押されている。画面を制圧されている。よくミドル踏み込んだ。ちょっとスタンチが結構やばかったか、よくいった。うまい。しゃがんでから出してますね。あっ、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 おじいちゃん、やりすぎ。ほら。さあ、うまい。さあ、攻略としてあれはありなんだと、長州さんは多分思う。ああ、中小量やばい。やばい、やばい、やばい、やばい。あーあ、あっ、あっ。あっ、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 今のはひどい。これ今の、普通の火曜日の東大戦だったら、みたいなコメントいっぱいですよ。多分、ニッカさんもゲラゲラ笑ってますよ、きっと今の。さあ、じゃあ、2P 側どうしましょう。バイパー友だせよ、トンタンキ。さあ、誰行きますか。バイパー友だせよ、トンタンキ。あと4人です。さあ、トンタンさんが行く。さあ、ノジアやってるとチームの流れどうなってるか分かりませんからね、注意ですよ。さあ、トンタンさんがアトミックボーイとして登場。やるなら同キャラだろうと。さあ、まずは儀式の開始。ダブラリでゲージを回収するところから始まるんです、この人。さあ、やばいぞ、これは。来るか。あ、まあ、おっと、浮き身がない。これはやられ返す。あった、壁危ねえ。あー、来ました、 FAB。 あ、うわ、あー、ギッシがまた始まる。あー、これはおかわりタイム。やばいやばいやばい、溜まった。あ、あ、あーと見せかけてのダイエス確定。アトミックボーイといえばやはりこの FAB。 ひたすらまずはディスティから始まる。うまい、アントビしっかり振ってゲージ回収。あ、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 もう一回。あー、クライパイル。おー、刻み刻み。さあ、これは青サイ苦しい。しかし、うわー、牽制。これは、あ、あー、もんで終わり。最後はお腹へのマッサージで終わり。さあ、誰行きましょう、ワンピー側。さあ、アトミック、お、あ、いいんじゃないですか。さあ、廃人竜が行く気満々だぞ、これは。さあ、廃人竜、最近メキメキと超成長しています。かける5でも大活躍、いろんな強者を倒しております。今日の相手、アトミックボーイ。やれるのか、FAB が。まあ、ディッシュの前にまずは確定。うまい、竜巻暴れは正解ですね。思って、やる、やる、はい、はい、あ、減らね、弱勝利、終わりですね。まあ、あれが0ドットじゃなくてもね、1ドットでもね、弱勝利2ドット削り、ほぼほぼ確定なんで。さあ、今度は、もう、FAB のゲージを貯めるところからスタート。いいですね、いい波動。あ、うまい、あ、ぶれ。さあ、ゲージ貯めた、うまい、大事に大事差し返し。さあ、いい飛び、うまいな、壊しから。しかし、わ、見ている。あー、これは、あ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 、運がいい。これはあるのか、廃人竜。
知る試合を見逃して、あー歩いて壊し、これはしょうがない。さあちょっと苦笑いのアトミックボーイだが、さあ今度はゲージ貯める前にやりに行く。ゲージは後でも回収できるんだよと。あーうまい、中ゴスの隙間すいましたね。あ揉んでからこれはだー、ボディーで突っ込め。さあ誰が行く、ハデさん行っちゃう。お、了解。さあハデさんが今日何使うんだろう。ハデさん何でも使えるからね。あ、ハデシム、ハデシム来ました。さあでもダルシム、うわ怖え、前歩き。さあソフはキャラさ押し付けてのなんぼのゲームです。これね結構辛いんですよ。ダルシムのしゃがみチューパンがマジで判定強すぎて、その後距離離されて何もやることないっていう感じになることが多いんで。しかしゲージは結構溜まっているぞ。あーうまい、チク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 、必要な攻め。さあ周りのサード勢もお怒りのブーイング、ハメはやめろと、スト2はそういうゲームじゃねえぞと。ハメ一番食らっている男がハメを一番よくやっている。これが反面教師なのか。さあ苦しい苦しい、おやっちまったー。さあハメしかしねえからこうなるんだぞと。死んだかミドル、やばいぞ、死んだか。早っ。いや1ラウンド目はめてました、ハデさんも。さあ 1P 側はどうする。あ、いいっすよ。さあなんとペコさん、あ、コテ君も出たそう、どうする。さあペコさんから行く。ペコさんはなんとキャラを S バイソンです。短波ためすぎです。なぜか S バイソンでいきます。ペコさんはそういう人です。やばいぞペコさん、これもう死んだか。あ、死んだ。あはは、一回こてると死にます。 S バイソンほぼほぼ、ただでさえ打ち身がない。あー終わった。コパン刻んでから、あーやばい、あー終わった。あ、しかし地球に優しい。あ、ミドルだー、わざ FAB やっております。さあ星がなぜか同点になりましたね。これが東大戦パワー。さあ小手差だと最近やり込み勢です。大怪しい開幕、やばい。さあアトミックボーイノリノリ、やばい。さあ打ったがグランドタイガー結構リスクあります。壊しとか中継で潰されます。出るまでが手が先出るんで暗い判定なんですよね、あれが。だから結構下がっとも、やばい、出来は。さあこれはうまい具合で打っているが、やばい、ちゃんと前に歩いてる、横に歩いたりで距離を調整している。さあ FAB ゲージが溜まりそうだぞ。うまい、エンダイパンありっすね。やばい。いや今のタッチガード正解ですね。あれだったらまだギリギリ何もされない状態かもしれません、フレーム的に。さあ寄ってくるこの男、あぶね、あーマジでこれは知らないが、やばい。あーバリシングで死にかけ。さあ3人で僕行っちゃいます。そしたらどうします？
じゃあ、まあ、チュンリー行きましょうか。お願いします。さあ、ヒデが行きましたね。さあ、ヒデチュンリー、まあ、チュンリーなので、これはまあ、勝って当然のカードと言ってもいいでしょう。まあ、まさか負けるなんてことはありえない。なんか負けそうになっていたが、あ、百列。さあ、ヒデチュンリー、何気にザンギといい勝負を。さあ、さすがアトミックボーイといったところか。あー、ピヨってつなげる、当たんない、生きている、まだ何があるか。ああ、クラゲ、クラゲ強すぎる。2P 側は残りはバイパーとモザーセオ。さあ、チュンリー対決もあり得るのか。お、さあ、バイパーさんが座る。俺たち来ました。まあ、これ端で一回投げれば結構チュンリー側もねきつそうなんで。あ、終わったか、終わったか。さあ、百列で暴れる、百列。さあ、逆行って距離を取って、さあ、対空、慎重に対空。ここも攪拌。さあ、対空戦列。ああ、終わったか、終わった。あ、対空がしっかりしているヒデチュンリー。しかしプレッシャーは多分半端じゃないはず。さあ、当たってしまった。ああ、終わったか。さあ、もう戦列削りで終わってしまう。当たった。さあ、読み切った。ここは終わったいやスピーバー出せばよかった。あ、どっちでしたっけ、緑と紫。 CCC。 さあ、すいません、ヒデ今日スロット打って疲れて、すいません、集中力持ちませんマジでマジでカスです。いや、言い訳メイビー、 AKB じゃないけど。はい、あー、ブレ。さあ、やばいぞ、やばい。あー、なんと博士ダルシムまでやってしまうのか、バイパーホーク。さあ、踏ませた。これ超でかいですね、画面がいっぱい使います。はい、あ、やばい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 。しかし、あ、よく我慢しました。さあ、こっから中継、うまい。さあ、夜の、あ、夜のが大変ですが、あ、わ、リバサじゃない、インフェルノ来ました。
リーバーサイド出ません。はい。そうですね、昇竜烈波もリバーサーで、その前に出した必殺技が出る感じになるので、なので、食らった時に烈波のコマンドだけ入れて、で、リバーサーで出した場合は烈波がリバーサーで出ますけれども、まあ、まず そもそもっていう感じなので、だいたい弱小竜こする場合が多いんで。だー、やばいぞこれは、うますぎる。あー、同じ局面を見た気がする。さあ残るは2対2、やはりこうなってしまうのか東大戦。あ、お疲れ様です、いてらっしゃいませ。さあ来ました、友田ベガ、最近マジで強いです、この人。特にチュンリーは絶対殺すマンです。さあ開幕ダブル2からまずはゲージ、しかも3ヒット美味しい。あ、これは、あー、ループせず投げ返す中大。あー、マジか。さあ友田ベガが乗りに乗って1ラウンド、スロットはディスカップです。最近僕完全にディスカッパーなんで。さあ、うわー、ダブルヒットしなくて運がいい。さあ踏んで、うまい。前ジャン中パン自体は着地ゼロフレーなのでありですね。あ、着地ゼロでしたっけ、だった気がする。だー、引っかかって燃える。さあ1ラウンドです。さあこれは、うわー、やばい、画面はじゃやばい。しかしうまくいなした相打ちだが、ゲージは持っているな、ベガ側。わあ、しかし追いついてきた。うわ、ブラストかよ。どうなの、なで返せー。さあ大将オペマイ、残るはベガチュンリー。スロットの話はちょっと後でやりましょう。今ちょっと熱いのでちょっと待ってください。さあ開幕2位2位からまだ爪を削りプラス削り値。さあ今のはちょっといい連携ですね。投げと見せかけてのチューチュー、あれが超減ります。さあこれは表から投げて浮き目を取っている、相打ち。さあ爪は、あ、釣れない。あ、マジか、運がいい。テーラー出しちゃいましたが投げてましたね。さあしゃがみ中継ミドル。さあこのゴロゴロがマジで超減るんです。投げ返して浮き身がない。アントビはちょっと高そうに見えたが大丈夫だった。さあ2位で突っ込んできて爪が剥がれて取っていく。さあしかしこれは苦しい。あー、これはワンチャン投げてどっち、あー、アルティナでー、これは反応できません、なかなか。さあ大将セオチュンリー。さあさっきも言ってました、この2人配信台で、そうですね、ダイヤ的にはほぼほぼいい感じなんじゃないでしょうか。ふさわしい大将戦となりました。開幕エンダイパン、あれに対応するためにはチュンリーはまあ立ち中継かな、ダメージ負けするけど、100レスはちょっと分が悪いです。飛び越しなでは許さず。さあお互いゲージを貯めて、さあやばい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 、あ、ビヨってる、なでる。さあセオチュンリーがリーチをかける。さあうまく100レス飛行圏でゲージ貯めてますね、セオチュンリー、うまいです。早出しに対しては早空対空すると負けるので、投げ返したエンダイパンは負けます。さあゲージは貯めたがどうする、セオチュンリーもバッチリ
遠大系相打ち低昇、これは投げて中継、あーピヨッタ締めたのはセオ、いやーうまいな、ほんと勉強になりますセオさん。はい、というわけで本日の勝利は 2P 側となりました。おめでとうございます。さあじゃあ皆さん、あとはロジアやっていきましょう。お金をいっぱい落としていきましょう。さあじゃあまあ、せっかくコメントもらってますのでね、最近僕ディスクアップばっかりですね。あの台ね、くっそほど楽しいんすわ。特にね、まあもう本当に最近はもう土日にディスクアップを打つのが楽しみで、毎週まあディスからティンまで仕事頑張ってると言ってもほぼほぼ過言ではないくらいディスクアップ超好きです。で、まあ、ディスクね、とりあえずまあそうですね、まあとりあえず僕は収支はすごくいい感じです。で、リゼロはね、一応動画を見たんですけど、まあ打たなくていいかなっていう、まずそうですね、まあ僕の考えなので全然参考に しなくて OK なんですけど、どうぞ、ハゲさんどうぞ。勝った 2P チームのね、写真を、勝った 2P チーム写真撮りますよ。皆さんの試合もいいんですけど、写真撮影までちょっと協力してあげて。で、ディスクのね、ビタ押しに関しては僕は多分成功率は多分88%くらいかな。8回にね、まあ10回に1回はまず無理なんで集中力持たないんで、8回に1回くらいはミスってる。で、ミスった分は3択神になればいいっていう感じで、まあそうするとまあそのビタできてない分の上乗せはもうしゃあないって割り切って、どうせ3ゲームでしょみたいな、そんな感じで僕は打ってます。まあでもね、上手い人はね本当にビタミスんないんで、でまあ僕がよく言ってるホールビタ100の人はまずいないんで、見てるとまあ大体みんなどっかしらでミスってる。ビタ100の人はねさすがにすごいですよ、 103% バッチリ掴んでるんで。でまあリゼロに関して、まあリゼロはね、まあ見てる動画でよくいろんなまあ打ち手さんとかが打ったりしてて、なんかすごい、まあその瞬間は楽しそうではあるんですけれども、とにかくね通常時がねつまんなすぎそうっていう、まあそのゼロからし入ってる時は多分絶対楽しいと思うんですよ。まあ純増8枚でモリモリ増えるみたいな、多分それは全然いいと思うんですけど、僕もともと5号機世代っちゃ5号機世代なんで、そんな高純増というよりも、まあ打てて楽しく打ててなおかつ勝てる、そういう台が好きなんで、だからディスク打つ前はひたすら花火ばっかり打ってました。今このこれ絶対いい感じの滑り下だろみたいな、左リールバー狙って、右リール、いやこれ今超滑ったよなみたいな、そういうのをね確認できるのが花火の良さ。まああとはシンプルすぎるから、スロット配信になってんじゃない。凱旋おきどき花火、花火ねいいっすよね。あとバーサス超好き、バーサスね、トゥルドゥルドゥルっていう横コーン発生した瞬間のねドキドキ感、まあ横コーンなくても普通に当たるんですけど、花火いいっすよね。でもね最近ねディスク打ちすぎて花火ね物足んなくなっちゃった体になっちゃいました。もうねディスクアップに調教されてしまいました、この体。花火ね、ちょっとさすがに今打てません。設定 H の花火多分打てるっちゃ打てるんですけど、多分スマホをいじりながらになっちゃうんで、そのなんだろう、楽しいっていう打ち方じゃなくて、ベルね、あベルでしょ、あこれ氷みたいな、そんな感じで打っちゃうと思うんで、多分やばいです。多分楽しみないと思いますね、きっと。
バーサスもね、結構ね、いいっすよね、演出ね。凱旋落ち年、まあ落ち年ね、落ち年実は僕初マンマ以来なんで、かなり好きです、落ち年。ディスク最高、僕は6500枚出ました。1ET プラス7000枚まで行って、まあ500枚くらい飲まれて6500枚くらい。設定は、多分体感なのでわかんないんですけど、僕の行ってる店では、多分5、6は多分入ってないだろうっていう、まあ、多分あっても気づかない。結局、1でも2でも、チェリー、スイカって上振れするじゃないですか、簡単に。チェリーが下手したら22分の1、スイカがまあ40分の1とかになって、おこれワンチャン5とか思って、終日打っても、移植 BB なし、チェリーバケなしとかザラなんで、まあ、設定よりも、まあ、気持ちよく、ね、慣れる打ち方すればいいのかなっていう感じですかね。で、言うて、ディスクの設定って、もう本当にただ単にコイン持ちが良くなるだけなので、僕は、その、設定は別にあんまり重きを置いてないかなという感じの立ち回りですね。あ、ディスクアップに関しては、マジで本当にいろんな雑誌見たり、いろんなパソコンで情報見たり、いろんな打ち手の動画見たり、ショーを見てるんで、多分知識かなり今あると思います。ペラポンの時はね、まあ、ペラポンって滑り音予告ですね。多分知ってる人も、まあ、知ってる人も、まあ、知らない人もいるかもしれないけど、僕は割とペラポン発生時は安定取る時は左リール赤7上段ビタ、だいたいチュンって言ってビタ止まりするんですけど、ドゥドゥッとか言った瞬間のね、青なら一角っていうのがね、ほんと超気持ちいいんで、まあそれを差し置いても、まあそうなりますね。僕は結局それ狙いで、まあ結局戦場で打ってるわけじゃないんで、まあ仕事ちゃんとやってるんで、まあそれでプラスになればいいなみたいな。まあでも結局その楽しいディスカップ打つためにはっていう、青なら下段、そうっすね、滑り予告音発生時の赤なら上段ナイスや黒バー上段狙いの時にドゥドゥって言って2コマ、まあもしくは枠上狙いでもいいんですけど、まあドゥドゥドゥかドゥドゥで赤ならもしくは黒バーがちゃんと2コマ以上滑って下段停止なら青なら1枚役 B プラス青ならビッグ1角です。で、まあ、僕は今日ちょっとまあ、ディスカップって今日そのねトゥルトゥントゥンってなってから、僕最近青なら枠上狙いをずっとやってて、青なら枠上狙いでドゥドゥドゥって言ってね3コマ滑った瞬間のね気持ちよさ、もうね大人用のね紙おむつが必要になるくらい気持ちいいっすね。でまあそっからまあね星星7って止まって星星なら中リール狙うけれども、だいたい4コマ滑って星チェリーバーがねドゥ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 って4コマ滑って止まるんで、まあそうするとね下段にね 7バー赤のね1枚 B が取れて、なおかつ青ならビッグ確定っていう感じになりますかね。でまあそれ以外のね枠上青なら狙いは、ああまあドンチャン2ね1回打ちました。ビッグ中の BGM 超いいっすよね。あれを聞くために打ってるようなもんでもあるみたいな。ただドンツーは僕リーチ面マジで分かんないんでちょっと打てないっす。でもなんかね1回だけビッグ当ててもうなんかあ満足しちゃったっていう感じなんで、もうほんとすいません、なんかスト2の動画なのにスロットについて熱く語る動画になっちゃってる感がやばい、すいません。まあ置き時もねすげえ楽しい台だからな。凱旋はね楽しさよくね YouTube とかに上がってる打ち手の動画とか見てると、あすげえ引きしてるなーってなるんですけど、でも結局引きなんで、ああ俺には引けなさそうだなっていう感じで、割とローリスク好むんで僕。
いやいやいや、とんでもないっすよ。僕もすごい、楽しく、まあ、スロ話できたんで、まあ、スロ話っていうか、まあ、僕が一方的に喋ってるだけなんですけど、まあでもあれですね、やっぱりこう何のために仕事をやってるかっていうとこっすよね。突き詰めるとそのね、仕事をし、まあ皆さん多分ね、何かしら、まあこの配信見てる方ね、多分ね、ほぼほぼ 100% くらいの人が仕事やってる中で何を楽しみにして生きるかってすげえ大事だと思うんで、まあ、僕はそれが最近は、まあ、スト2プラススロットっていう風になってるっていう、もとは単にそれだけでね。まあその2つがすげえ楽しいっすわ、本当に。ははは、いいっすね。いや、それいいっすよ。なんかね、あれなんですよ、またちょっと話戻っちゃうんですけど、なんかその月曜火曜、あー仕事終わった、火曜日東西線頑張ろうってなるんですけど、水曜日終わるじゃないですか。あれ、ディスカップのデータどんな感じかなとか、木曜日くらいになるととりあえずなんかシンディの ARTC の音楽聴いたりとかして、やべえディスク打ちてんだけど早くみたいな感じの気持ちを抑えながら仕事してますね。あ、のじあいは今博士オペ前でやっております。博士オペ前でやってるのに実況これって本当超残念すぎる。まあなのでね、何かしら楽しみ見つけて生きる、すげえ大事っす。もうそれがね、ゲームじゃなくてもね、もうね、エッチでも何でもいいんすよ。友達と飲みに行くでもいいですし、まあ楽しく行きましょう皆さん。というわけで、まあこのね、熱い博士対オペ前の対戦をね、皆さん見てバルログチュンリーどうやってやってるんだっていうのをね、ちょっと学ぶのもありだと思いますし、もうバルログ誰しも全然わかんないんだよな。マジ？嘘でしょ？マジで言ってんの？魔王さん、あなたのツイッターフォローしたいです。あ、ですね、全然フォローしていただいて大丈夫です。全体公開なので、ですね、まあ表立ってこうね、いうものではないですが、まあ配信も多分まあ全国放送ですけど、ですね、僕のですね、ツイッターはですね、名前がですね、カタカナでピーノっていうで、5歳で、歳はひらがな、まあ、もしくはヒデチュンリー、ヒデはカタカナで、チュンリーは漢字でチュンリーっていう風にやると出てくるかもしれません。ちょっと今試してもらっていいですかね。ちょっと僕もこの後の試合やったりするので、まあ今のうちにちょっとね、こうパソコンの画面見れてる状態でやり取りした方が早いと思うので、まあもうほんとしがない、まあ今ただ単にスロットやりながらディスクアッパーかつマスト2バカみたいな感じですね。まあ楽しいです、このループ。仕事して、一つやって、仕事して、誰かしらと飲みに行って、仕事して、ディスクアッパーになる。まあそんな感じですね。どうですかね、見つかりましたでしょうか。うわ、うますぎなんだけど、やば。さあ、まあちょっと実況もダルシムバルログちょっとフォローしました。また来ますよ。スロット話もできて最高です、ありがとう。ちょっと待ってくださいね、今見よう。あ、おお、ありがとうございます。あ、さっきのあれですね、ちょっと年齢書いてくださった方ですね、ありがとうございます。めっちゃフォローしてる、すごい。まあちょっとね、個人情報になっちゃうのでね。なるほど。いや、これめっちゃうまそうなんですけど、なんすかこれ。あ、ココス、あ、いいなこれ。なんかココスって、すいません、またスト2の話とブレるんですけど、ココスってガルパンとなんか結構コラボしてること多いっすよね。何気に
ガルパンおじさんじゃないんですけど、ガルパン超大好きです。でも、まあ、ココスに行って、なんかその、パンフレ、まあ、その、何でしょう、あれか、クリアファイルか、をゲットしたいとかっていう欲じゃなくて、もうただ単に、ね、感じが好き。これ、女子高生が戦車乗ってるから好きとかじゃなくて、もうストーリーが好き、本当に。やましい気持ちじゃない、これは。もうそんな感じですね、僕は。お疲れ様でーす。さあ、というわけでね、まあ、ほんといろんな話。ココスね、僕、あれなんですよココスがね、近場にない。まあ、あると思うんですけど、なんかね、こう自分の生活圏内範囲にココスがない。あ、一応あるか、あるな、あるけど、なんかね、ちょっと高くねって思ってね、なんかね、ココスちょっとね、足、ちょっとね、少し開幕前まで、その、出入り口ギリギリまで行くんですけど、でもやっぱ高かったよなって思って、結局なんかその、ココスの選択肢が松屋になっちゃうとか結構ザラなんで、沼津ってどこだっけ、静岡？あれ？沼津、どこだっけ、です。ちょっとさ、その、なんかその、何そのひどくない？ちょっと、コーテくん。沼津、行った、この前、あれだ。沼津ね、行きましたわ。まあ、行ったっていうか、正確には、あれなんですよ。5月の、いや、ちょうどね、配信見てる人がね、ちょっといろいろ書いてくれてて、で、静岡、じゃうるさいってひどくないっすか、小手くん。まあまあ、うるさいっすけど、さすがに僕の声、よく響くんで、沼津ね、行きましたよ。先日、愛知遠征行った時に、ちょうど、あれなんですよ、インターチェンジじゃなくて、ね、サービスエリアか、沼津、あって、あれ、何ここ、なんかめっちゃラブライブ感出てるんだけど、みたいな感じで、みんなと、帰り道に、そこのサービスエリア入って話してました。沼津だったっけ？なんだっけ？サービスエリア。なんかね、なんかそれっぽい感じ。それっぽい感じって何？っていう。今年はね、だいぶいろんなとこ遠征してて、スロ遠征じゃないですからね、スト2遠征ですからね。3月岡山、5月愛知、で、来月には福岡。なのでもう今年もうすでに遠征3回するんだなーという感じで。配信見てる人たちにもね、ぜひ、まあ、スト2やってるかやってないかはちょっとわかんないんですけど、いろんな人とね、こう、何でしょう、まあ、地元で、こう、スト2やって、で、ちょっとね、こう、なんだろう、初心者とかそういうの関係なく、いろんな人と対戦するって、すごい大事で、モチベーションになるんですよね、特に、こうね、都内だと、割と普通の対応っぽいのに、こう、遠征先ね、みんなあったかいんですよ、もうね、ウェルカム、みたいな感じで。まあ、レベルはね、まあ、どうしてもその、何でしょう、やっぱ、都内、まあ、都内、愛知、関西、まあ、そのね、ところがかなり、まあ、割と攻略レベルは進んでる、もちろん他の地域も結構進んでるところありますよ、もちろん。まあ、まあ、あれですよね、有名どころ3つみたいな感じですよね。でも全然、何でしょう、この地方はこのキャラいっぱいいるから、このキャラに関しては任しといてやみたいな感じのね、ところもあるんで、まあ、何よりね、あとね、遠征の楽しみはなんといっても飯。飯がね、うまいっすわ、とにかく。今度福岡行ったらね、イカ、新鮮なイカと、もつ鍋めっちゃうまい店はね、絶対行くんで、もう確定です。
もうね、小足見てから昇竜余裕でしたレベルで行ってきますわ。いや、飯超大事っすよ、ほんと。人間のね、三大欲求はね、勝てませんって。超大事っす。飯と地元の人たちと楽しくね、飲んでね、飯食って、で、ストップもして、で、いろんな人と対戦して、やっぱこのゲームいいなーっていうね、こう、いい思い出だけを残してこう、遠征終わるっていうのがね、もう大正解なので、嫌な記憶もね、その現地に置いていくという。人見知りね、まああんましないのかな。多分ね、他のプレイヤーに聞くと絶対してないでしょうっていう風に言われそう、きっと。まあそこが強みなんすかね、わかんないですけど。まあでもね、まあそれがね、結局遠征しようっていう意欲につながったりとか、なんだろう、まだね、そのまあね、安定ルート、まあ何度もね、いいところを何度も行くっていうのもそうですし、まあ行ったことないところにあえて一人で行ってみたりっていうね、そういう新ムーブとかも結構好きなんで、まあ自分からね、輪を広げていくタイプなのかなー、きっと。どうなんでしょう。マジっすか。あ、今日サードありましたっけ。あ、マジっすか。サードあったらサードやりたかったな、原野さんと。ある、ある、やる、やる、やりましょうか。よっしゃよっしゃ、ちょっとサード、今日サードストップやるよっていうね。というわけで、すいません、このゲーム以外にどんなゲームを、僕は基本的にスト2以外は、まあスイッチで一人で黙々と、まあ何かしらゲームやるっていう感じなので、他のゲームほぼほぼやってないですね。昔音ゲー超ガチ勢だったんですけど。あー、それ人見知りしてなさそうなプレイヤー。でもね、それはね、きっと難しいと思う。なんでしょう、結局それは僕がそう見えるだけであって、その人自身はそう、実は人見知りしてるんだけど、それを表に出さないようにしてるだけなのかもしれないというところで、あえて僕はそこはね、その人のスタンスなので、まあ何も言わない方がいいのかなという感じはします。というわけで、すいません、僕はちょっとこれからスト2ではなくサード勢の方とサードストライクをプレイしてきます。というわけで、配信見ている皆様お疲れ様でした。このままね、あのオペマイバルログ対博士ダルシムの神試合ありますので、皆さん楽しんでてください。はい、またぜひ来てください。お待ちしております。僕もね、あんまり全然ニュートン来れないんですが、来れるときはぜひ実況しますので。というわけで、お疲れ様でした。
Thank you.
Thank you.
Higher!
USA!
Round one, fight!
Yeah.
ください。